ヒアゴンスタジアム。試合前にセレモニーが行われます。前節のギフ戦で J2 通算350試合の出場を達成しました、上里選手に花束が贈られます。花束のプレゼンターは上里とともに沖縄出身の J リーガーとして札幌でプレーした上原慎也が務めます。それでは予想フォーメーションです。